はい、皆さん、おはようございます。土曜日の朝、いかがお過ごしでしょうかいわスペシャルの時間がやってまいりました。えー、MC を務めます、沖縄ベタニアチャーチの宮地光です、えー。これからの1時間、56分までですが、えー、イエス・キリストの愛を伝える福音放送、えー、いスペシャル、えー、どうか、えー、お付き合いお願いいたします。共にイエス様の愛について分かち合っていきましょう。 さあ、えー、今日は7月、もう半ば来ましたね、7月の9日、うんえー、今日はちょっと曇っておりますけれどもね、なんか暑い日は続いて、それから台風が、えー、近づいてましたね、石垣と、えー、台湾の方に行っちゃったみたいですが、えー、ちょっと、ね、雨降って、うん、少し暑さが緩んでよかったですね、これから夏本番です。 さあええあし参議院選挙ありますねうんいろいろ争点ありますね基地の問題辺野古移設の是非についてえー、それからまあね憲法の解釈を変えるとか、うん、改正をするとかっていうようなことも全体としてはありますからねとても あの平和っていうことですか、平和、うん、これはあの軍備を整えるにしてもあの、そういうものない方がいいよっていうにしても、平和、うん、まあ、争いごとも、ね、国と国との争いごと、そういうことが争点になってますね、今回のは。 あの投票して、もうそれぞれの,あの考えあると思いますけどね、やっぱりちょっと平和っていうことをねあの、考えたいですよね。特にこの沖縄はね、あのこの時期、夏の時期は、えー、大きな戦争に巻き込まれましたから、もう71年経ちますけれども、まだ、ですよ、あの体験者、たくさんいらっしゃいますからね。うんえーと この間、えー、平和記念資料館ありますね。あの、いとまのまぶりに。あそこに訪ねて、あの、友の会、資料館に友の会ってあって、そちらにあのコンタクト取ってですね、伺って、あの、戦争体験者、あ,あちらはあの、修学旅行生とか、内地から来たあの、あの子供たちを中心とするあの、 観光客っていうかねあの資料館にいらっしゃった方々を中心にあの語り部の方々がたくさんいらっしゃるので、えー、その方々にあの出演依頼をしてきましたえー、と来週から、えー、何名か、えーあのいえー、出ていただくことになっておりますので、えー、ご期待ください来週は、えー、男性ですね千九、えー、1935年生まれ えー、昭和だと何年なの ?10 年生まれになるんですか、えー、小学校6年の時に沖縄戦体験された方ですね、はいえーと。話していただきますので、まあ、この放送ね、ねどういう方、あの聞いていらっしゃるのかちょっと全体わからないですけども、あのー、ぜひね、ねもしお孫さんとかお子さんいらっしゃったら本当に子どもたちにもねあの聞いてほしいですね。来週からはねうん まああの平和学習っていうことの一環であのその資料科の友の会はやってらっしゃいますのでね子どもたちにその平和の大切さそして戦争というものが起こった時に一体どうなってしまうのかっていうことをあの具体例をね具体的な実体験を踏まえながら話して いいいらっしゃるみたたでですすがそれラジオで出ていただきますのでぜひねあの子供たちにもあの聞かせてほしいと思います小学校6年ですからねその方今もう80歳超えてらっしゃいますけど小学校6年であれですよもうあの軍人扱いですよ小学校6年生今いらっしゃるけどあれですよ兵隊と一緒の扱いされるんですよほとんどねうんでもう だって小学生とかで多分戦死つまり戦闘して死んだ人もい,いるはずですよ。あの、爆弾抱えて戦車に突っ込んだりとか。あれですよ。あの、血の身ごう抱えたお母さんが背中に爆薬積んで戦車に突っ込んだりしてるんですからね。もう、日本でですよ。あれじゃないですよ。あの、テ,テロリストじゃないですよ。 日本で現実に沖縄で起こったことですからね、うん、誰が喜んでね赤ん坊を抱えて背中に爆薬積んで突っ込む人いるかねっていうことですよね、うん、どういう状態だったのかって思いますけどもで本当にそれが71年っていうとね随分な遠い昔のような気するんですけど僕もあのわまあもうそこそこの年齢ですからねあの若い時はあの自分は 昭和39 19年年生生ままれれなんでで戦争が終わわっって19年経って経たわけですよねだからもう戦争の痕跡なんてないですよ焼け跡とかねそんなのないからでもあの高度成長始まってましたから経済的には豊かになり始めてましたからねあのそういう戦争の傷跡みたいなものを見ることはなかったですけどでも今の年になってみると。 戦争終わって19年ってそんなに経ってないなっていう実感があるんですよ。で年齢重ねるとね戦争体験者自体がまあ20歳30歳上ですけどもあのだんだん年齢が近づいてきますからねあのそんなに昔の話じゃないなっていうかで親がその僕は親が昭和1桁であの思春期に戦争体験しておりますのでその体験がね 沖縄ほどの激烈な体験ではないけどもその戦争中の教育、まあ、特にこの軍国教育ですねええあのまあ沖縄なんかはその公民化教育もものすごくつまりみんな天皇の赤子って言ってかね天皇の子だと、うん、全部血筋でつながってるんだみたいなことですよねだから天皇のためにあの 死ぬことが国のために死ぬことと一緒だみたいなね、もうすごい短絡的な思想があの支配してたわけですよね、その中で戦争起こったわけですよね、で軍国主義で。これの影響っていうものがどれだけね、あの与え影響を与えてたか、で自分の子供だから僕なんかですね、そういう子にもあの影響を与えてたって、僕は最近すごい実感してるんですよ。 だ戦争を肯定していく、戦争することを前提としてしていく教育っていうものがね、どんだけあのマイナスの影響を与え続けるかっていうことに関してね、私はこの,もうこのコスト、これのね、あの人間に与えるあのマイナスの部分で代々受け継ぐ可能性があります。 これはねあの、やめた方がいいですよ。あのね、どんなにきつくても、あのへ戦争しないあの、争い事をしないための努力した方が、絶対あのコストが安いです。それはお金もそうだし、精神的なコスト、社会的な,なんかこう努力のコスト、もうあのね、圧倒的に戦争,した方戦争を肯定するやり方の方が、あが、マイナス面が多すぎると僕は、ね、あの思ってます。実感してますからね。 本当ねあの、平和っていうものを、その、喧嘩しても、喧嘩前提で作っていくような平和っていうものをね、あのどれだけこう、表面的なね、で、ことであるか、でその裏にいろんなものがね、隠されている、うん、あの、う軍事でいうと、兵器産業とかね、お金儲けの道具ですよ。だから、こういうものがね、いっぱい隠されている。 うん、であの喧嘩前提であの喧嘩しないようにしましょうっていうのがどんだけあのバカバカしい思想かっていうのねあの本当にね考える時だと思いますね今うんと思いますけどもねまあこういう放送をさせていただいてますからねまあ普段はねこの話あの友達としてもあんまりしないですがね まあ、せっかくこういう機会ねいただいてし,しかもあの、まあ、自分たちのね福音放送ってだって宗教の話できないんですからあの他のラジオでもねテレビでもねイエス様イエス様すごいですよって話できないんですからうん、うん、ぜひ信じてくださいとかねだってせっかくこういうイエスキリストだって平和の神ですからあの喧嘩になりそうになるんだったらあのたとえ自分が正しくても 自分があの自己犠牲することによって相手を変えていく相手の間違いを気づかしてそしてあの罪をね全て背負って人の罪をなくしていくっていうそういうあの神様だったわけですから人間であり神様だったわけですからそれにね習う本当にキリストの平和キリストの愛ですね平和と愛同時ですよね。 それを知ることがね、僕はとてもあの大事と思いますね。で、日本ではあんまりそれがあのほとんど語られられ、語られない。僕もよく知りませんでした。つい最近まで。本当にこう、あこれだけクリスマスとかね、あの、イエス様の誕生日ですよ、クリスマスとか、あの、これだけ、あの、大々的に世の中で祝っておきながら。 あの起きながらってあの裏で言ってるわけじゃないですかでイエス様そのものの愛について知らないんですよほとんどの方がね、うん、十字架にかかったぐらい知ってるけどなんで十字架にかかったかわからない自分もそうでしたから私なんかあれですよあのインテリ封じしてあの物きだとかあの編集者だって言ってプ本のプロだって言ってて聖書読んだことないんですからまともに十字架にかかった意味も知らずにですよ うん、キリスト教が、とかって、キリスト教は、あの、ろくでもないよ、みたいなことを僕は散々言ってたわけですよ。あの、あの聖書をおちょくる文章もね、書いておりましたしね、あの、薬中の狂った頭でね。だけど今、それが <laughs>、こんな風になっちゃってるんですかもう、半分笑っちゃいますけどもね。でも、本当に、あの、知ってよかったと思いますね。本当に知ってよかったと思います。あの、キリストの愛っていうものをね。これによって、自分は本当に今、生きてますからね。あの 健康になってますからどれだけの力を持ってるかこの平和の力っていうものがですね、うん、あの喧嘩していかない争わないっていうことのあり方の中にねはい、えー、そういうことを思っておりますさあ、えー、まず1曲聴いてくださいあの先週も書けましたけどもねえー、えー、あれですごめんなさい、えー、エルヴィス・プレスリー アメリカの祈り ゴルフ2006さんどうもおはようございます。<お>今あれですね沖縄にいらっしゃったんですね。女さんそうですか、えー。素晴らしいですね。本当軍事による平和はないとないかと思われまと思いますっておっしゃってますね。本当ねあのー、そう僕はねキリスト教は嫌いだったんですけどね。 確かにあのキリスト教のろくででもないところがあるんですよやっぱ宗教で考えたらね、本当に宗教同士の争いもする、だから、本当の神様の教え、ね、とちょっと違うんですよね、まあ、自称クリスチャンなんて言いますけどもねあの自分のよ、自分の考えを推し進めるために、神様の力を使って正当化するっていうんですかね。 こういう人もいますからねそういう宗教のキリスト教とか何教とかっていう宗教の枠組みじゃなくてその中にあるねまあ、キリスト教だったらイエスキリストの教えそのものですよね愛し合いなさいとかねそういうものを取り出したいなぁと思うんですよね、まあ、素晴らしいですねはい、楽しんでくださいね、うん、<laughs> あのこれ、あのツイキャス利用してしゃべってますが はい、他の方もねコメントお願いしますね。 ちょっと何か固まっちゃった、はい、このこの下下側が固,固まっちゃったらちょっと見てくださ出なくなっちゃった はい、スペシャルおお送りりしております先ほどの曲は、えー、エルヴィス・プレスリー「アメリカの祈り」嫌がらせじゃないんですよあのこれあれですよあのベトナム戦争終結の時にエルヴィス・プレスリーが歌った「故郷に帰ろう」っていう歌ですよねあのー、途中で音声がなんか出なくなってますよねあれなみ涙ぐんでるんですよねきっとねエルヴィス・プレスリーはね いやーもう本当だからね、あののー、もうこのえ基地の問題ねのことと絡めて言ってるんですけど、本当にあの名誉ある撤退を望んでおります。ねあの日本政府政府って言ったら失礼なのかな、日本のね、特に沖縄じゃ、まあ、沖縄にもその基地、あの容認されてる方もいらっしゃるからあれですけど、いろいろね、ない 地のまあ、政府ですよね、行政との絡みの中でね、複雑化しておりますけれども、あのアメリカの方々の方があの、なんですかね、ストレートに理解されるんじゃないですか、あのここ、やっぱ不当ですよ、この基地は、沖縄にね。ですから、あの本当にねあの、アメリカの両親をね、私は信じたいと思いますね。 本当に祈って、あの、名ある撤退をねあの、決断してほしいです。あの、この沖縄から基地を、あの、撤去していく、そういうね、あの、流れをね、ぜひ選択していただきたいと思いますね。で、まあ、それを、の願いを込めてね、あの、この曲、かけたんですが、うん、であの、沖縄は、 苦しんでますよ。基地のおかげでね、うん、あの恩恵も受けてるじゃないかっていう話もありますけれどもはるかに負担の方が大きいと思いますよ。うん本当はだって 17. 点何パーセントって言いますけどこれ平地の山とか人も住わないだろうっていうような山覗いたらあれですよ人の住めるところ働けるところ、ね、平地の3割以上基地ですよ。 そ,れそんないらないですよ。うん、で今度ね辺野古に作ったらあれですよあのー、これはあの選択したってことになりますからねこちらで。で200年ぐらいの対応年数があるって聞きましたけどもいや200年もこれから基地があのそこに永続してほしくないですよね。基本的にあの強制接種されてる 場所ですから基地は今までの基地はね。で今度容認しちゃうとあ,あの認めてるんだってことになってしまいますからねやっぱり困りますよね。うん、大きいでしょ基地負担過重だって言うんだけどねえもうねえいろんな話も聞こえますけれどもあの本当にあの両親 まあ私たちは神に従う良心ですけどもそれをもとにね、えー、ぜひ本当に撤退をしていただきたいと思いますさあ、えー、この放送は FM コザと FM 議論案を結んでおります <laughs> FM コザは、 76.1メガヘルツ、FMO は七十79.7メガヘルツでお送りしております。ツイキャスでコメントをしております、コメント募集しております、ルドルフ2006いつも大阪から聞いていただきますが、ありがとうございます。今、沖縄にいらっしゃってるそうですね。今日はね、気温低いですよね、29度だから、過ごしやすいですね。なんか雨降ってね、台風が近づいておりましたから、はい、楽しんでくださいね。えー、それから、えー えーとメールアドメールでも、えー、受け付けておりますので何か聖書についての疑問いろいろご意見ありましたらお送りください、えー、メールアドですね 797-FM 議論案 .com797-FM 議論案 .com でお受,受けしておりますあの極力、えー、答えていきますのでよろしくお願いいたしますさあ聖書をちょっとお読みしたいと思います福音放送ですからね あのね、平和っていうことについてね僕大好きな言葉が、ね、あってその後にもすごいいいことが書いてあるのを発見しました「えー、テサロニケビトの手紙第1」えー「第1テ,テサロニケ」とかあの言いますが「テサロニケビトの手紙第1」これテサロニケギリシャのテサロニケにある教会に、えー、送った手紙ですねパウロパウロが電動車パウロが送った手紙の5章。 16節から28節までいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことについて感謝しなさいここ有名な部分なんですよねいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことについて感謝しなさいこれがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです御霊を消してはなりません御霊聖霊様のことですね 見たまを消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。しかしすべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。悪悪はどんななでも避けなさい。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨の時、イエス・キリストが 再び天からいらっしゃる時主シュイエスキーその来臨の時責められるところのないように、あなた方の霊 魂、体が完全に守られますように。あなた方を召した方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をなさい。この手紙はすべての兄弟たちに読まれるように、主によって命じます。私たちの主、イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。アーメン平和平和の,平和の 手紙ですね平和を祈った手紙ですね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。全てのことについて感謝しなさい。どんな、ね、あの困難の中にあっても、イエス・キリストの愛を知った喜び、イエス様に救われた救いの喜びを考え,救いを考えたら、いつも喜んでいられる。そして、いつも神様に祈り、神様により頼んで、全てのことについて だからもうこれあのいいことばっかりじゃなくて本当に自分に起こった苦難とかもう災いとしか思えないようなことも神様の計画の中でそれは自分にとって必要なことだったっていうふうに思えるようになるっていうね意地悪されてもそれに感謝するっていうようなことになってくるんですがすごいですねすべてのことについて感謝しなさいだからこれがイエス様が私たちにイエス様を通してイエス様の十字架を通して父なる神が 私たちに望んででおられることだということととだいうすね悪はどんな悪でも避けなさい。悪はね、どんな悪でも避けなさい。悪意とかね、人をからかうこととかね、ちょっとした意地悪いいじゃんとかね、だって、友情の印でしょってちょっとからかうのは、こういうのも悪だって。悪意ね、世の中を、こんな世の中、悪意で見ないってどうするのみたいな、そういう悪意みたいなものもね。 テレビとかね、悪意で成り立ってますよね、結構ね、うん、だからそういうものを、悪はどんな悪でも避けなさい、平和の神ご自身が、神様、平和だって、ね、だから本当に私たちが平和の神に守られるように、で心の中に本当に神様の御霊、精霊を心に抱,き抱いて、その内,内側からこの平和が外に溢れ出すように、そういうあの祈りを込めた手紙ですね、パウロのね。はい とても素晴らしいもうあの皆さんにちょっとお伝えしたかったですねここの部分ね本当に平和をね私たちは平和をどんな時でも平和を争い事をしないそれはもうあの大きなねあの国と国とっていうようなこともありますけど、まあ、選挙ですからそういうことも広がっている今度のね選択ですけども本当身近なところ家庭から友人関係人間関係の中に争い事を作らない。 それをもうどんなにしても避けていくっていうことがねで一番安いんですよ一番チープなんですよでチープはダメだっていう人がいるわけですよねあの高い方がいいってねだからあの喧嘩前提でやった方が平和が来るんだよみたいなのはあのコストがかかるっていうことがありがたいんでしょうね軍事費でもねかかった方がいいんだって。 だだってお金儲かるわけだしねきっとだからそういう中に何かあの私たちが今選択しようとしてる考えとは違う考えがあってですね、うん、それは結構人のことはないがしろにしてもいいんだ的なねものが入ってきてるじゃないかなと思うんですがねいかがでしょうか、えー、さあ、えー、もう一曲聞いてください、えー これはヒルソングですねヒルソング、えー、パワーオブイバーラブ そう,そうあのルドールさんあれですよ僕はキリスト教が嫌いだったわけですよあのなんか植民地主義の先兵だと思ったしねあの一つの神なんてね本当に日本に合わないと思ってねあの嫌ってたわけですけども自分の遺贈症になってあのキリスト教の施設にね助けてもらった時にのけぞっちゃったんですけどねあの聖書を読むと。 イエスの教えってそのキリスト教っていうことと、はあ、関係ないんだな <laughs> まあ関係ないって言ったらおかしいんだけどだからキリスト教ってのは一つのまあレッテルみたいなもんであってねこれを言い出す人っていうのはまあなんかキリスト教国とかねキリスト教勢力とかってこれやっぱ外から見てたりこれはちょっとイエスの教えとずれてますよねイエスの教えはそういうなんかこう勢力的なものではないですね 愛愛ですから,からそれを僕は分からなかったんですけどね今はなんかいいなと思うんですけどねキリスト教っていうものは十字架にしても何にしてもね結構ろくでもないことやってますよやっぱ勢力としてのねあのなんか。 まあ自称クリシャンって呼んでるんですけどね一応クリスチャンだけど本当にイエスの教えを中心に生きてるかっていったらそうじゃない人たちっていうのは同じクリシャンの中でもたくさんいるわけですよねだからそういうふうにはなりたくないなというかそういうものを見ないっていうんですねイエスそのものを見るイエス・キリストの教えそのものを見るっていうまあそのなんですかね代表的な人物がマザーテ・ザーテルサだと思うんですけどね 平和の人ですよねはいいわスペシャルお送りしておりますさあスポンサーさん、えー、赤道ラーメンさんそして沖縄だるくさんありがとうございます沖縄だるくはですね依存症の施設ですねえっ、ー、と最近あのあの 自助グループですね薬物依存症の自助グループ NA っていうのがあるんですけども沖縄でも毎晩どこかでやっておりますが、えー、今度石垣島でも開かれたそうですハレルヤ,レルヤじゃない素晴らしいですね、えーあのえー、依存症の施設ですね土曜日の7時から八重山保健所で、えー、毎週開かれるそうです 素晴らしいです、ね、八重山のであの本当に依存症ので苦しんでいる方、うん、薬物アルコール、まあ、NA はねあの、範囲が広いのでいろいろあの方もあの参加しやすいと思いますが主に薬物依存症の自助グループですね是非、えー、ご参加ください、はい、よかったですねさあ、えー、そうですね続いて 話がです、ね、あのキリストの愛についてね、まあ、さっきも、えー、言ったんですけどなんかキリスト教って僕は嫌っておりました、うん、今クリスチャンになってねイエスキリストを信じてるんですがでも自分をキリスト教徒っていうふうに思ってないですよねクリスチャンは自分のことをキリスト教徒っていうふうに呼ばないしそういうふうには考えてないですねあの熱心な人はねあの。 クリスチャンっていうのはキリスト者っていう意味ですね。キリスト教徒っていう意味じゃなくて、イエス・キリストを信じるもの。最初はあだ名だったそうですね、クリスチャンっていう言い方はね。キリスト者っていう言い方はもう、キリストバカに近いですよ。キリスト、キリストって、何、キリスト、キリストって言ってんのみたいな、最初、悪口半分、やゆ、やゆ半分のあだ名だったみたいですね。それがいつの間にかクリスチャンっていうことで定着したわけですよね。 この間あのガマフヤやってらっしゃったあの具志堅さんあのガマでを掘って遺骨を収集をされてるあのガマフヤっていうのも自分がつけたわけじゃなくて周りからあのガマを掘ってる人っていうんでガマフヤってあだ名つけられてって言ってましたけど似てますよねもう本当にイエス・キリストにもうイエス・キリスト命になっちゃってる人をクリスチャンって言いますだからキリスト教っていうものがあってそれを信じてる っていうことではないですよ、ね、だからこれあのねあのアメリカとかヨーロッパとかそのいわゆるキリスト教国日本でいうとあの仏教だったり神道だったり別にそんなに熱心にあの仏教の教義を勉強してるとかあの仏様信じてるっていう人でなくてもお葬式はあの仏式だったり自分の家のねあの流れの中で仏壇があったりとかっていうのがありますよね。だからそれに 近いのがあの欧米だと思うんですけど私なんかはだからそういう国の生まれじゃないですからね日本はだって1%いるかいないかっていう中で僕は全く、まあ、兄がクリシャンでしたけど兄から全然僕はイエス様の話を聞いたことがなかったんですよね、うん、残念ながらだからあの本当にこう知らなかったですねキリスト教ってもだから 色眼鏡で見ててでも半分間違ってないのはやっぱりあのすごい大きな集団ですからでさっきも言ったんですけどイエス様の教えに頼んでるイエス様そのものにすがってるっていうよりはあのその力を借りて自分のやりたいことをやっていくって集団でそういうキリスト教徒って人いるわけですよねまあ僕は自称クリスチャンとかって言ってるんだけど。 だ自分のやりたいことをイエス様の名を語って力を使ってやるっていうのはこれはあのイエス様に対する信仰ではないですよね、うん、それは自分勝手ですよ単にあの神様の力をあの使ってるだけっていうかねあの横取りしてるっていうことですからね神様の教えにのっとってないですもんだからそういう意味では僕は沖縄あのなんで沖縄じゃないごめんなさいあのアジアに対してね あのキリスト教は入ってくるべきじゃないなんて思ったのは植民地主義の最初に一緒にセットで入ってくるっていうふうにいろいろ眼鏡で見てましたんでねでも完全に僕が間違ってるわけでもなくてそういうあの本当にお金儲けのためにキリスト教を利用しながらやってた人もいるだろうしあのその辺はあの間違いもいっぱいあるわけですよね。うん あのキリスト教教っていう宗教で考えたらね十字軍団って昔、ね、エルサレム奪還とかってあの軍隊で行ってからあの略奪ですよもう、ね、大義名分だけ立て立て,てねエルサレム奪還なんてだからあのやってることが正しいかって言ったらもう,あもうかなり間違いを、ね、いっぱいやってますからねキリスト教っていう枠組みで言うとだそうじゃなくてイエス様の教えですよ。あの 私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいっていうイエス様の教えにはそのどこにもね人をあのあの傷つけたりあの人のなんかものを取ったり権威を侵害したりするあの要素はないですよねだからイエス様そのものをねイエス様の教えそしてイエス様そのものを求めていくっていうのが 本来のクリシンの在り方ですから、まあ、その代表者で有名なのがマザー・テレサだと思いますけマザー・テレサも本当にやったことはね本当に人を困ってる人を助けるっていうことでありまたその愛の実践であってイエス・キリストの愛の実践であってね、うん、あのそうマザー・テレサのような在り方を求めていきたいですね私たちはねと思いますがさあえー、そうですね今もう40分過ぎましたけども そうですね平和についてね、あのまあ、この今、ゲストも、ね、お呼びしながら、戦争体験者のゲストをお呼びしながらお送りしてるんですが、ね、ねこのシーズンね、キリストの愛のねとても大きな部分はあの、許しという、許すということ、相手を許す、自分も許すって、自分のやった過ちも許すっていうことですけども、この許すっていうことがとても、ね、大きなことですよね。 いつまでも相手の過ちを許さないひどいことをやったからどんなひどいことをやった傷ついた傷つけられましたっていうことをねあのとても苦しいことなんだけどそれをずっと抱えたままでいるっていうことがどれだけねあの自分にとっ特に自分にとって良くないことであるかっていうことねあね許さないと心の傷を抱えたまま うん、あのまたその傷ついたものをね今度は本当に自分はやるつもりなくても自分がやられたことと同じことを周りの人にもやってしまうっていうことがあるんですよねだ許すってこと自分のためにも、うん、あの人を許すこの大事さねだからあの沖縄で起こった戦争でね本当にあの 誰が悪いんだっていうあの責任追及もあるんですけどもだけど、その許しがないとねあのずっと被害者ですよみたいになっちゃったり、えー、あるいはその政治的に今のね、まあ、選挙も含めてその基地の問題とかでも誰が悪いんだって許さないぞみたいなね、うん、事件とかも起きますよね基地でこの間も大きな事件があって。 あの若い女の人亡くなりましたけどこのこと自体を確かに基地の問題はあの解決すべきことなんだけどその憎しみをぶつけるものとしてね作っていく怒りをぶつける憎しみをぶつける許さないっていうことこれはもう違う次元ですよねこれをやっていくと本当に人間の心が荒れていく社会が荒れていく。 原因になりまだから私たちクリシャンはどんなそのひどい事件が起きた時でもその,その相手のことも許す祈りをあのすべきですよね教えとしてね感情的には許せないよっていう感情があったとしても許すまた政治的に自分たちが平和を求めていく中でどう考えても平和じゃない流れをね作ってるだろう。でこっちの なんか権利を,権利を蹂躙してるでしょうとかっていうところの怒りをね持つんでなくてやはりあの、えー、不当な扱いですっていうことをあの言いながらも相手を許すそして相手の祝福を祈るっていうことをねそのことによってまた心が平和になりますよね心が平和になる恨み怒り憎しみ というようなものはあの目には見えないけど、心の中にあの本当に平和じゃないものを作っていきますよ。そこからあの悪が。あの繁殖していきますよ。だからね。あの、本当に気をつけていきたいと思いますが。さあ、もう一曲聞いてください。あ、ごめんなさい。これね。えー 本当ねあの、いろいろあると思うんですがね平和、平和を求めていくということをあの私たちはやりたいですよね。うんえー、さあ、これは、この間も書、えー、けましたかね、この間も書けましたね、えーと、主の祈りを。 たいんですが荒垣勉さんで「すよね出るかなははいいいありましたそれでで聞いてください荒垣さんで主の祈り」。 ごめんなさいこれ間違えましたね「主の祈り荒上、えー、さんじゃなくて岸義弘さんのサキソーンで,でしたごめんなさい間違えましたはいブ、えー、ルーズ2 6 3許し合うことが大切かもですね本当あのー、聖書はそれをね言うんですよ感情に負けてはいけないって感情で怒ったりあと許せないとか、あのー、っていうことを残しておくとどんどんそれがね恨みだったり 憎しし、みというものに変わ,り変わるしそういう怒りを抱き続けるってことがいかにそのダメージを与えていくか人間の心に壁を作っていってだからあの、感情では許せないっていうふうに思っててもあのイエス・キリストの霊によってイエス・キリストの愛によって許していきなさいって自分の感情をコントロールしていきなさいっていうことを言ってて。 まあ、大変難しいんですけどだから本当にあの政治的にねあの会わない人たちの幸せも祈る、うん、それから、ね、本当にあの基地で事件を起きましたけど基地の人たちのためにも祈るまた指導者のために祈る、うん、だし指導者の幸せを祈るっていうことは必ずしもその成功あの幸せが私たちをあの。 不幸せにするっていいうことでではないですよ、ね、だからそういうね祈り平和の祈り許し合いの許す祈り、えーうん、あなたの、ね、あなたを迫害する者の,のために祈りなさいっていう言葉が聖書にありますけどねそういうものをね求めていきたいなと思いますがね、うん、はいありがとうございます。 はい、すいません。主の祈り、聞いていただきましたが、間違い出ましたね。荒垣務さんではなかったです。えー、岸士義弘牧師のによるサキスフォンの演奏でした。失礼いたしました。さあ、えー、もう間もなくエンディングが近づいておりますが、まあ、あの、今日はね、アトランダムに平和について、えーえー、と、お伝えしてきましたけどね、本当、 戦争が71年前に大変な地上戦があって20万人以上の人が日本軍、米軍そして住民巻き込んでもうなんかこの間も平和資料館行ってまたあの資料館の中歩いて何回か行ってるんですけどまあいつもね急ぎ足になっちゃうんでもっと本当じっくり見たいなと思いながらも本当ねあの考えられないような。 ことが起ここってんですよこれが起こって自分の周りで起こったりするっていうのはもうちょっと本当にもう考えられない避けたいことですよ。もうこういうことはない方もう本当にないほうがいいんですよ。だからそのための努力をねうんまたこう戦争が できるよううな状態にしてていいくっていうことをねどんなその理由づけがあるにせよね避けたいですね、私はね。うん、そうだから、そのことをね、ちょっと、まあ、本当、明日選挙ですから、ちょっと皆さん、またそれを考えてねで、僕はね、沖縄っていうのが、この日本の日本という国の中にねあることをとてもねあ,のありがたいことだと思いますね。こういうい経験した 県というのは、まあ、広島長崎の原爆とかねあと空襲で大都市ね本当に一晩で10万人死んじゃったとか東京なんかはそういうことがあったようですけれどもちょっとまた沖縄の地上戦っていうのは特別な状況なんでねでしかもこの日本の端っこの中にあって、うん、い,ろんにいろんなこうここ沖縄から考え られるるここととまた考えるべきことそして戦後もこの基地の問題がそのまま継続されて今もこうまあ戦争が終わってないって言い方を私はしてますけどねこういう場所はないんですよでここで考えられることっていうのが僕はあの日本国に広がってほしいなと思います私はあの沖縄に来て私内地から来て10年ほどですけどねあの 沖縄が本当にこう日本全体に、まあ、平和だけじゃなくて、まあ、平和はもちろん沖縄から日本全体が考えた方がいいんじゃないかっていうようなことがいっぱいあるんですようまく言えないですけどうんまあいろいろありますねあの本当にこう欲を抑えていくっていうこともあるんですよねあのこっちはあの経済格差があるんですけど だけどあ,のあんまりその内地本土の特に都市部の,あの本当にギトギトしたその物欲とかね、まあと出世欲お金の欲みたいなのがやっぱりちょっと低いですよこっちはねだからそれはとてもね自分の健康にいいんですよ精神衛生にいいなと思ってお金のことを一番に考えなかったら沖縄ってとっても住みやすい ところだなって僕は思ってるんですけど、沖縄っていう場所がある。そして、この、まあ、人間のこう、楽天性みたいなところもね。これだけ、そんな体験しながら、本当に同時に楽天的なところを持ち合わせていらっしゃいますね。あの沖縄県民はね、ここをね、あの、本当に知って、ここから、こう、日本にいろいろ発信した方がいいってものってね、いっぱいありますよ。 宝が埋まってるんですよここ単にね、観光に来てね、ああ、南の島に観光来ましたとかね、まあ、戦、もちろんその戦争のことも知ってほしいんですけど、またこの戦争とか基地一辺倒の見方じゃなくてね、この沖縄っていう場所がね、こう、持っているね、このなんか、宝というか、エネルギーみたいなのがね、これからどんどんね、日本全体にね、発信されてもいいんじゃないかなって、僕、思ってるんですよ。 まあうまく言えないんですがね、そういうことを最近、まあ、何年か、ね、沖縄住んでて実感するようになっておりますんで、はいまあとくくりにすると、なんか争わないってこと、この県民性、この沖縄の島特有のね、イチャりばちょうでーって言いますけどね、あの来たらみんなあの兄弟、みんな仲間だからっていう、あんまりあのどこから来たのみたいなあの詮索。 あんんまりしないっていうんですかね、うん、みんないろいろあるんだよねっていうことを前提に付き合っていくっていうようなことも含めてだからあのとても自分はもう沖縄で、ね、あの助けられましたから沖縄には感謝してるんですけどそれだけのねなんかとてもいいなんかエネルギーがあるんですよね沖縄にはねだからそういうものをこうもっともっと日本全体にねあの発信 してていけたらなって、まあ、自分は今放送してるんで、これも含めてね、あの本土の方であの聞いてらっしゃる方も、あ,のありがたいことにいらっしゃるようなので、はい、もう本当、えあのー、キリストの愛とともにね、沖縄のこともね、もっともっとこう伝わ、伝えていけたらなと思いますね。はい、明日選挙ですね、あのー、これは参議院選挙ですが内地の方でもそうですけど、うん、あの、本当に自分の両親に従って、 ぜひあの平和を選択していくってことね安易に、ね、あの力を使おうっていうのを考えない方がいいと思いますね、うん、いいことないですよいいことないです突っ張ると自分突っ張った生き方してろくなことなかったですからね今は本当にあのそれはないように思ってますけどもはいさあまもなく終わりです明日日曜日ですぜひ あの、教会行ってみてください。教会行ってイエス様に触れてください。聖書を読んでください。素晴らしい出会いがありますよ。はい。また素晴らしい、一、えー、週間ありますように。God bless you.